します。平尾正明です。島崎和歌子です。和歌子ちゃん、早速ね、はい、和歌子いただきましたので、はい、したいと思います。福岡県の野瀬ひろこさん。毎週ゲストの楽しいおしゃべりと思い出の歌で楽しんでいます。はい、ありがとうございます。オートレース大好きです。もっともっとオートレースの選手を出演させてください。やっぱり多いですね、そういう方。嬉しいね。そこで今日は混入ものを、うん、これは食べてあるんですよ。オートレースグッズに、すごい。そうなんです。今日のゲストの方のコレクションの一部なんですよ。なかなか可愛いでしょ。可愛い。はい、今日のゲストの方をご紹介します。オートレースの飯塚正道選手です。どうぞ。どうもようこそ。どうも。わあ、手には。何ですかこれは。可愛い。これはね、ミシュラングッズなんですけどね。ね、なんですか。オートバイなんかでタイヤで使ってるタイヤのメーカーで、かなり昔からあるグッズなんですよね。まあ、それでこれをコレクターにしてる人ってのは日本でもすごいいっぱいいるんですよね。そうなんですか。ね、自分も好きな方で。この番組はオートレースの日本小型自動車振興会と小型車両振興協会の提供でお送りします。いろんな、何、こういうの集めるの好きなの？自分はかなり前から好きでね、集めてて、まあ、商売でもこれに近いことやってます。やってるんです。今日もう一つあるんですよ、先生。こちら、これも大切なものを預かりたんです。これは何ですか？これはマントー TT レースだ。どうですか、イギリスのマントーで毎年グランプリレースっていうのもかなり古くからやってて、それで1949年頃ですよね。その勝者に贈られたトロフィーですよ。その勝者に贈られたトロフィーは何で飯塚君が持ってるんですか？これもイギリスの友人から譲り受けたんですけどね。すごいね。すごい。残ってるものなんですね。このヘルメットは？これはF1 のドライバーのグラハム・ヒル。グラハム・ヒル、有名ですよね。その人が1975年でに飛行機事故で亡くなる、そのちょっと 1,2 年前に実際に使用してたものらしいんですよ、ね。あれ、ちょっと待ってよ。今のデーモン・ヒルのお父さんだよね。あの方はものすごく強くて、今年はまだまだっていう時に飛行機事故でね。そうですね。まあ、自分なんかも非常に好きなレーサーだったんですけどね。あ、そうですか。で、今の息子さんもこの矢印がこう上向いたこのマークのヘルメットかぶってるんですよね。ぜひ。あ、そう。こちらのブリキのアイロンも集めてるんですか？これもそうですね。これはブリキのおもちゃで、これドイツ製ですかね。ドイツ製。シコーとかいう。ちなみにこれをお値段ついてるんですか？おいくらぐらいですか？自分が買ったのは10万円ぐらいで買ったんですけどね。これを、これで10、これが10万もするの？おい、どうする？10万あったらいっぱいなんかできますよ。でもやっぱりね、さすがにその飯塚君っつうのはね、やっぱりね、ネッカのレーサーなのかな。全部バイクね、レースに関係あるもんね。ですものね。で、このこちらの T シャツのオートレーススポーツ。そうですね。これが今飯塚君のグランプリって言うんですか？そうです。これはブランド。そうですね。ヒロさんにも設立記念の時に来てもらって、ね、まあ自分でこういう。これいつぐらいに始めたんですか？昭和58年頃だったんですけど、で、まあ、今このオートレースの左コーナーの、その何ですか、タイヤの前輪と後輪に対して、はい、左足のスリッパの部分で、コーナーを支えるっていう、そういう意味でこれは鉄製のスリッパで火花を散らしてるっていう、そうですね、ところがこのデザインなんです。そうなんです。まあ、こういうものを通じて、まあ、オートレースも、まあ、一般の人にこう分かってもらおうとか、まあ、そういう部分も含めて、まあ、よく聞かれるんですよね。これ何のマークですかって聞かれると、これは実はオートレース その左コーナーの時に出す左足をマークにしたんですよ。僕がね、飯塚君と初めて会ったのはね、昭和50何年だったっけな、あれ、あなたが初めて日本一になった時の、昭和59年。
ぐらいです。そんな遅かったか。いや、そんなことないよ。53年か4年ぐらいじゃない。53年ぐらいです、ね、そうですよ、ちょうど僕がカナダかなんて見合ってた頃だと思うんだ。あ、その頃にお会いしたんですか。歌ってた頃ですよ。僕はあの実は阿部ちゃんを応援に阿部ちゃんちが、まあ、川口勢を応援に浜松行ったんですよ。阿部ちゃんもその時調子良かったんだけど、準決勝でね反則しちゃって、ね、その時に阿部ちゃんとしょぼんとしてて、あの飯塚くんっていうのはね、あの船橋だけど友達なんで、応援してやってくれって言われて、それで僕ね準決勝あたりからこう注目してたらね、すごい選手がいるんだよね、でその前に僕ねテレビでも見てたの一回、応援してたら最終班からね、あのね浜松のあの記念レースでね、そうそう、ものすごい勝ち方したんだよ。すごいなと思ってね、あの時はだけど嬉しかったでしょ。そうですね、あの多分あの日本選手権の時だったと思うんですよね。そうです、そうです、第9回の、で、もう自分もあれ、まさか優勝できると思わなかったしね、あれ、まあ、最初のビッグレースの自分にとっての優勝だったんですけどね、まあ、あれはもう自分も生涯忘れられないレースですね。まあね、会心のレースっていうのはたくさんあると思うんだけどね、やっぱりあの第9回のその日本選手権は、はい、もう本当に会心中の会心だね。あ、そうですか。もうスタートも全てうまくいったね。そうですね、ね、あの時、あの時のレースっていうのはあの広瀬さんがあのそうです、たまたま一緒のレースだ、決勝戦で、あのあなたがね黄色のユニフォームでね、うん、5号車だった、5号車でね、で広瀬さんが3号車だよ、確か赤だよな、そうそうそう、覚えてる。で自分はすごくその広瀬さんっていうのはやっぱり素晴らしい選手だったんですからね、で広瀬さんをここで破れば自分も自分自身としてもね自信がつくなと思って、もうそれはもう気合入りましたね。やっぱりゴルフで言えばさ、ね、ジャンボを任せてっていうそのね、中島君とか、そうですね、ちょっと同じだよね、やっぱりね。でスタートは広さんがあの時は先行したんですよね、たまたま自分5枠で外側からだったから一気にうまくまくれて、もうあとは一人だけ、ま、まくり切った時はやっぱり嬉しかったですね。そうですか。あの時は審議隊もうね全て揃ってたもんね、そうですね、あんなに安心して 見ていられる優勝戦っていうのも珍しいけど、なかなかないです。ところが、普通はねもう日本選手権1回取ればもうやったと、もう自己満足で、もういいじゃないですか、ところがこの方はですね、その後ですね、はい、日本選手権の時6回、6回も優勝してんだよ、日本一の、あ、このそのハンサムなね、この野菜男、どこにねそのエネルギーがあるか、で普段喋ってるのも物静かでしょ。そうですね。なんですかそのあなたのそういう秘訣みたいな、そうそうそう、秘訣、どうやってテンションを上げるっていうか、逆にだから逆になっちゃうんですね、レースの時は、日頃のストレスがレースに出るっていうか、もう本当バイクに乗ると、そうですね、やっぱり自分でも変わる、変わりますね、それ分かります、分かりますね、性格とか、そういう、例えばレースの前っていうのは非常に自分なんか気弱な方だけど、レースの前はもうなんていうのかな、世の中に敵がいないいないっていうぐらいの自分で思こう盛り上げていっちゃうんですよ。いやだけどね、僕はそのレーサーって大変だなと思うのは、レーサー自身も大変だけど家族ですよ、やっぱり。うん、そうですよね。だってね、5日間のレースがあると、全検日って前の日から入ると6日間は完全に拘束されるでしょ。それからまた1日か2日休んだら今度他のまたレースしよう、行けないから、もう本当に野球選手はさ、まだね、シーズンオフがあるよ、ね、一緒に過ごす時間が、オートレースはないんだよ、オフ1年中やってんだよ、まあ雪以外はやるよね、雨でも、ね、はい、そこが激しいあれじゃなければですよね。そうすると、どう家族サービスなんかできてますか。だから思うようにはなんかできない感じですね、でもやっぱり一年中もあのシリーズがあって、一年中体の調子をいつも整えて、その中であの家族との付き合いもあったりして、そこそこにやっぱりそれなりの生活にはなってますけどね。
まくこう。やっぱ奥様なんかあの食事のこととか、結構気使っていただいてるんですか。かなりそれなりに使ってるじゃないですかね。そもそものその出会いというか、はどういうところからですか、今の奥様と。あ、神さんですか。そうですね、あのたまたま自分の同期生で、毛利選手っているんですけど、はいはい、毛利さん、はい、で、彼の、まあ妹と結婚したんですけど、毛利選手の妹さんなんですか。そうです。たまたま、なんか、写真をこう、成人式の写真かなんか持ってて見せてもらって、あ、そう、紹介してくれよなんつったら、あ、そうなんですか。お子さんは今何人でしょう。今、3人です。一番上のお子さん、今年高校に入って。早いな、もうそんなになりました。女の子で、ちょうど高校生、はい、もうかなりおしゃまになりましたね。そうですね、自分も高校1年ぐらいの時思い出すと、だいぶ変わったなって感じしますね。なんか将来なんかなりたいなって言ってます。そうですね、結構自分の娘にしてはかなり派手好きだなって。そうなんですか。お母さんに言いたかった。お母さんどっちに言ったんでしょう。そうですね、真ん中のお子さんは、男の子で、男の子、はい、中学校1年生、聞くところによると女の子の名前カタカナ。そうなんです、上と下が女の子で、まあ、自分は歌は上手くないんだけど、音楽は聴くのは好きで、でまあ非常に意味なんてないんですけども、あのドレミのレミを取ってね、それでカタカナでレミっていう名前でした、ね、なんだかイージーだね、随分。なるほど、ね、平尾さんがつけるんだったらふさわしいけど、自分なんかいいじゃないね、レミちゃん、可愛いじゃん、そんな感じなんですけど、ね、下は何。下は、まあ、あのルナと申しました、カタカナで、まあ結婚して、あのミュージシャンが変わっても女の子だったらと思ってね、あのいいかなと思って。で、坊やは漢字ですよね。そうです、正吾と申します。正吾、はい、これは何か由来なんですか。いや、名前に関しては由来っていうよりも、自分はなんかこうフィーリングでつけちゃった。フィーリングで、だから社名つける感覚です。この車の名前を、正吾ってでもいいじゃん、なんかね、響きがいいですね。レイさんにしたい。どうですか、やっぱり。まあ自分で本当になりたくてなったらこの世界ですから、うん、まあ子供も自分でそういう気持ちがあれば、自分はそれに対して拒まないんですけど。たまに皆さんで見に来ることあります。たまに大きいレースなんか決勝戦に乗ったりすると、ね、この間オールスターでそういえば来てましたね、奥様たち。ああ、そうです。ちょっとあの時はあんまりいいとこ見せられなかったんです。あ、そうですね、厳しい意見ですね、嬉しかったな。どうですか、新エンジンになってね、せや、そんなみんな同じ条件になりましたよね、600cc。自分も最初当初乗り換わった去年の10月頃、非常に整備面で悩んだりなんかして思うようにいかなかったんですけど、こう最近 1,2 ヶ月かなりいろいろ整備の面でもこう自分なりにひらめいてきたところがあって、でエンジン面の方においてはかなり安定してきた。あとはそのチューニングセッティングに対して乗る方をどうやって持っていこうかって今ちょうど考えてるところなんですよね。日本選手権6回優勝、オールスターね、そして全日本選抜 ね、オールスターは2回だっけ。2回優勝。そうそう、通算ね、特別レース V9 ですよ。すごいな。あと1つ取ったら、まあ、それこそ前人未到の V10。 そうですね。うわ、どうですか。頑張ったですね。V10 取ったら盛大にね、えパーッとパーッといきましょう、パーッと。俺が取ったみたいな。プレッシャーかけないでください。そうですね。まあ本当自分ももう絶対 V10 っていうのは自分もクリアしたいなと思って。そうだね。やっぱりマスコミの人もね、
やっぱり飯塚君が V10 取ったらね、大きく扱ってくれるだろうしね。そうですね。やっぱりオートレース界発展のためにもね、やっぱりあんた責任があるんだよ。ちょっとのんびりこういう T シャツばっかり売ってちゃダメだよ。そんな商売の方にあんまり力入れないで。そうね。まああの商売の方はあのぼちぼちです。ぼちぼち奥さんに任せて。飯塚君ね、はい、この番組ではね、ちょっとゲストの方とね、一緒になんかゲームをやって、はい、今日はボクシング、それもね、ちょっと昔風に行きましょう。はい、うん、今日クラシックのね、うん、結構そうですね、集めてらっしゃるから凝ってる、そうなんで、じゃあちょっとグローブはめてください。はい、とりあえず、はい、それで、飯塚君がもし負けたら、はい、若子ちゃんにですね、何を、そうですね、あのお店の商品の T シャツを、T シャツ、先ほどのサインで、じゃあ若子ちゃん、じゃあ私からは CD を、はい、私の CD をびっくりしてください。はい、行きますよ。びっくりはしませんけど。じゃあちょっと今日は張り切って、はい、じゃあ僕の合図でね、僕レフリーですからね、はい、はい、よーい、始め。はい、負け。じゃあ私の CD をじゃあ飯塚さんにプレゼント。はい。どうもどうも。うわ、負けちゃった。じゃあその後歌を一つ。はい、お願いします。さて日本選手権もね、もうすぐですよね。そうですね。V10 を目指して頑張りたいですね。V10 を目指して頑張ります。はい。応援してます。この番組ではゲストの方に思い出の曲を披露してもらうんですけども、何かお願いします。そうですね、自分は国産車に乗ってる時キャロルっていう車名をつけてたんですけど、ちょうどその頃思い出して、まあ、キャロルっていうあのグループが好きだったことと、はい、まあ、夏もちょうど終わったんで、うん、キャロルにちょうど夏の終わりっていう曲があるんでね、うん、その曲を一つ歌ってもらおうか。はい、わかりました、はい、じゃあお願いします。歌の方は緊張してたかな。そうですね。やっぱり少しお酒が入らないとダメ。やっぱりダメだったんですね。お酒が入ったのに。どうだったいいですか。やっぱり寡黙な方ですね。でもマイクにまたがると変わるっていうことは。すごいですね。うん、彼も正光だから麻婆です。麻婆、僕も若い頃麻婆って言われた。麻婆同士で。麻婆同士じゃないけど麻婆同士でね。でもあのね、ああやって喋ってる時とあのレースの違いますね。違うね。
そこが僕オートレースの魅力じゃないかと思うんだけどな。そうですね、早く V10 を達成してもらいたいね。そうですね、11月もあれですからね。でもね、今ね、競合がいっぱいいるんだよね。そうですね、同じ船橋でも強いのたくさんいるんでね、うん、まあ、もう頑張ってもらいたいね。はい、この番組はオートレースの日本小型自動車振興会と小型車両振興協会の提供でお送りしました。